ブエノスアイレス。ブエノスアイレスは人口289万人、2010年を要するアルゼンチンの首都である。どの州にも属しておらず、ブエノスアイレス自治市とも呼ばれる。なお、1880年の首都令以来、ブエノスアイレス州の州都はラプラタ市である。意味はスペイン語で、良い、空気、風の良い。船乗りの望む、純風が町の名前になったものである。 ラプラタ川、スペイン語で銀の川の意に面しており、対岸はウルグアイのコロニアデルサクラメント。ダイブエノスアイレス都市圏の都市圏人口は2016年時点で1428万人であり、世界第21位である。建国以来アルゼンチンの政治、経済、文化の中心である。アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて、 世界二十六位の都市と評価された。アルゼンチンの縮図ともなっている一方で、内陸部との差異が大きすぎるため、しばしば国内共和国と呼ばれる。市民はポルテーニョ、ポーテイニョを、女性はポルテーニャ・ポーテニア港の人、港っ子の意と呼ばれる。南米のパリの名で親しまれ、南米の中で美しい街の一つとして数えられる。独立当時は、 偉大な田舎と呼ばれる人口5万人ほどの小さな町だったが、サルミエント、サーミント政権による欧州化、文明化政策の実施以降数多くの移民がイタリアスペインなどからド来し、中南米の中でも最も欧州的な町になった。かの有名なアルゼンチン単語はこの町の母家地区で育った。また、サッカーが盛んなことでも有名で、 ディエゴ・マラドーナが在籍したボカ・ジュアーズや CA、リーベルプレートなど名門チームを数多く要する。1516年にスペイン王の命により新大陸の探検をしていたスペイン人工会社フワンディアス・デ・ソリスはラプラタ川に到達した。ソリスは今日のラプラタ地域に到達した最初のヨーロッパ人だと思われるが今日のウルグアイ領で 先住民のチャルーア族により殺害される。1536年2月2日、バスク人貴族で、スペインの探検家だったの植民団一行は、現在のブエノスアイレス南部のサンテルモ地区に、ヌエストラセニョーラサンタ、マリーアデルブエンアレシ、直訳すると、良き風の我々の聖母マリア氏を建設した。しかし、グアラニー族や、チャルーア族をはじめとする先住民の包囲攻撃と、 それに伴う飢餓のために町は1541年に放棄され、生き残りはパラナ川を登ってアスンシオンを建設した。1580年、アスンシオンからパラナ川を下ってきたフアンデが来率いるヨーロッパ人植民団により、町はラトリニダー、LA トリニダー市として再建された。町は当初ラプラタ地域の比較などを輸出する貿易港として賑わったが、 16世紀、17世紀の大半をスペインの植民地政府はヨーロッパへの輸出品はすべてペルーのリマを経由することを強制しつけたので市内の貿易業者の不満が高まりイギリスやフランス、オランダとの密貿易が盛んになった。1776年にブラジル方面から侵攻を続けるポルトガルからバンダオリエンタルを防衛するために ペルー副王領が分離され、リオデラ・プラタ副王領が設置されると、ブエノスアイレスは副王領の主婦となり、正式に開港された。しかし、完全な自由貿易を求めるクリオ領たちにとっては、この措置は未だに不十分なものであり、スペイン当局への不満を薄積させるもとになった。フランス革命後、ヨーロッパでの戦乱の中で、スペインがフランスと同盟を結ぶと、 スペインの敵対国となったイギリスはこの地域の支配を目論み、1806年、ブエノスアイレスに侵攻を試みた。ラプラタ副王は逃亡したが、ポルテーニョ民兵隊は、副王不在のまま、イギリス軍を撃退し、翌1807年再侵略をも撃退すると、自信をつけたポルテーニョたちのスペインへの忠誠は、揺らいでいった。現在もブエノスイアレス市民のことをポルテーニョ。 港の人と呼ぶのはこの時の民兵隊の名前から来ている。1808年にナポレオン・ボナパルトの指導するフランス帝国がスペインに侵攻し、兄のジョゼフ・ボナパルトをホセ一世に据えると、インディアス植民地は偽王への忠誠を拒否した。1810年5月25日に5月革命が勃発し、ラプラタ復王はポルテーニョたちにより追放され、自治政府が発足した。 1816年7月9日には、ドクマンの議会で、ブエノスアイレスを首都に定めた、リオで、プラタ連合州の独立が宣言された。独立後はすぐに、連邦同盟のアルティガス派との内戦が続いたが、各州の妥協により、ブエノスアイレス州が、連合州の外交権を行使することが認められた。1821年に、ベルナルディーリバダビアが、州内務大臣として、 ラツワンを振るい、ブエノスアイレス大学が設立された。1825年のブラジル戦争の最中に、連合州はアルゼンチンと改名し、リバダビアは、ブエノスアイレス州、を、ブエノスアイレス州から切り離した、連邦直轄の首都に定める憲法を交付したが、この憲法は、ブエノスアイレス港を中央政府に奪われることを嫌って反対運動を起こした、連邦派。 統一派双方の利害よって流れ、結局この憲法と、ブラジル戦争の指導失敗が下で、リバダビアは失脚し、リバダビアの失脚後、連邦派のマヌエル・ドレーゴが戦争の指導を継続するが、イギリスの圧力により、1828年のモンテビデオ条約で、ウルグアイの独立を認めさせられると、事実上の引き分け官兵の不満は募り、同年、ドレーゴは、 統一派のファンラバージェによって暗殺され、ラバージェが自ら州知事になった。このことがさらに連邦派と統一派の戦いを激化させ、1829年、ラバージェを打倒したファンマヌエルでロサスが州知事となった。1835年、ロサスが州知事に返り咲いた。ロサスは州内一の馬上の人、モントネーロであり、 自らもガウチョより上手に馬を操ったと言われ、黒人や都市化層民、ガウチョ、友好的なインディオから圧倒的な支持を得ており、ロサス時代には、そのような人々からなる街に、ロサシートと呼ばれるロサス派が街練り歩き、街は、ロサスの肖像画と、ロサスが転んだ、連邦派の赤色で埋め尽くされた。また、秘密警察が市民を監視し、 多くの自由主義者が、チリのサンティアゴをはじめとする国外に亡命することになった。しかし、1852年、連邦派で、ロサスの復信だったフストホセでウルキーサが、ブラジル、ウルグアイと同盟を結んで、エントレリオス州からロサスに対して、反旗を翻すと、1852年2月3日、ブエノスアイレス郊外のカセロスの丘、現在は、市街地になっているデロサスは、 ウルキーサを迎え撃つが、ウルキーサ軍に敗れると、イギリスに亡命し、ロサスは失脚した。ウルキーサは、連邦主義を体制化することを望み、フアンバーティスタ・アルベルディが起草した1853年憲法を、連邦の憲法に制定して、同年アルゼンチン連邦の成立を宣言したが、ブエノスアイレス州は、連邦派の支配を嫌って離反し、連邦は、 エントレリオス州のパラナに首都を置いた。その後、連邦とブエノスアイレスの戦いが繰り返されたが、1862年11月に、州知事のバルトロメ・ミトレが、ウルキーサを抜本の戦いで破ると、ここにブエノスアイレスが連邦を併合する形で、国家統一が実現し、アルゼンチン共和国の成立が宣言された。ミトレは、当時のアルゼンチンの自由主義者のご多分に漏れず、 ヨーロッパを崇拝し、ガウチョ、インディを黒人を野蛮なものとして嫌っていたが、こうした自由主義者が政権を握ったことによ、以降ブエノスアイレスから黒人は消えていくことになる。1865年にアルゼンチン発の国勢調査が行われた際、全人口の165万人のうちおよそ2万人が黒人だったが、1864年に、 パラグアイのロッペス元帥が起こした三国同盟戦争により、黒人は人口に対して不釣り合いな規模が徴兵された。八百七十一年に、黄熱病が流行したが、これが黒人のコミュニティに止めを刺し、わずかな黒人も、ウルグアイなどの周辺国に出国していった。八百八十年に、ブエノスアイレス州の反対を押し切って、ブエノスアイレス市が分離され、ブエノスアイレスは、 連邦直轄区となり、正式にアルゼンチンの首都になった。また、この頃にカサロ・サダが大統領府となった。自由主義者の政権は、ヨーロッパから多数の移民を導入し、アルゼンチンの発展を目指した。リアチュエロ側川,川口の港に面したラボカ地区では、イタリア系移民が多く集まり、彼らによって単語が発達した。また、輸出経済の進展とともに、 アルゼンチンには広大な鉄道網が建設され、国内のすべての鉄道が、ブエノスアイレスのレティーロ駅に行き着いた。1911年にはスペイン5県、及び南半球発の地下鉄、沿線が5月広場から、市内西部に向かって開通した。1920年代以降は、アルゼンチンの富裕さを反映して、南北アメリカ大陸最大規模の都市の一つして、成長すると同時に、 内陸部署州からの国内移民が増加し、市内に吸収しきれなかった人口が、郊外に巨大なスラム街、ビジャスミセリアスを築いた。1976年に、ホルヘラ・ファエル・ビデラ将軍が、治安維持のために、汚い戦争を二重字し、多くの反対性、左翼、及び全く政治活動に無関係の市民を暗殺したが、しかし、 経済の回復は全く見込めず、日安と、でも、暴動が起き、情勢はより悪化した。こうして殺害された市民の数はおよそ3万人と、見積もられている。1987年には、旧新市民同盟のラウル・アル・フォンシン政権の下で、ブエノス・アイレスの一極集中を緩和するため首都を、パタゴニア北端のリオネグロ州の州と、ビエドマに移転する、法案和解を通過しものの、 上院で否決され、戦闘案は立ち消えとなった。1992年5月17日、イスラエル大使館がイスラム系のテロ組織に爆破され、多くの死傷者を出した。メネム大統領、たまたまアラブ系であるはこの事件を非難した。近年は、正常の安定を反映して暴動などはあまり起きていないが、 それでもサッカーの試合の際にサポーターが暴動を起こしたり、母カが負けると危険であるマルビナス戦争機関兵がデモを行うことが多い。1880年の首都例によって正式にアルゼンチン共和国の首都となり政府や議会が置かれている一方で同法令によりブエノスアイレス州の首都は南東のラプラタ市に移されたため同州の州都ではない。 選挙によって選ばれたブエノスアイレス市政府主席が市長に相当する行政の長である。議会はブエノスアイレス市議会が一員制を採用している。国政では会の25議席と上院の3議席が割り当てられている。大統領選挙の場合の結果は非常に流動的かつ他地域とは大きく異なった結果が出ることがあり、ブエノスアイレス市でのみ、 最多得票を得る候補者が出現するほどである。パンパの真ん中に位置し、東を大西洋に接している。市内をリアチュエロ川とラプラタ川が流れる。気候は温暖湿潤気候で四季がある。しかし、南半球にあるため、北半球の日本とは季節が逆になり、一番暑いのは1月。平均気温摂氏25.1度、一番寒いのは7月。 平均気温摂氏10.9度である。年間通じて降雨があるものの年中一定というわけではなく、3月と10月、11月がやや多く、6月と7月はやや少ない。年間降水量は1214ミ、mm、リメートル。史上最高気温は1957年1月29日に記録された摂氏43.3度である。 アルゼンチンの全産業の中心地でもあるため、都市部を中心に環境汚染がひどい。特にリアチュエル側の汚染がひどくなっている。2008年プライスウータンハウスクーパースの公表した調査によると、ブエノスアイレスの都市 GDP は3620億ドルであり、世界第13位である。南米ではサンパウロに次いで第2位。また2011年3月、 英国のシンクタンクにより世界第64位の金融センターと評価されており南米ではサンパウロ、リオデジャネイロに次ぐ第3位であるアルゼンチンはブエノスアイレス一極集中型の経済を持ちブエノスアイレスはアルゼンチンのすべての産業の中心となっているブエノスアイレスは港町として発展してきた歴史を持ち 現在でもアルゼンチン最大の港を持つ、世界有数の肥沃な農業地域であるパンパの中心部にあり、さらにラプラタ川の水運とも連絡があるため、アルゼンチンの主要輸出品である牛肉や小麦、大豆やトウモロコシ、さらに羊毛や皮革などの輸出港として発展してきた。ラプラタ川を通じて、パラグアイと、さらにウルグアイやブラジルともつながりがあり、 アルゼンチンのみならず、南アメリカ大陸南部の物流拠点となっている。工業としては、パンパからの農業輸出に関連した、食品加工や製粉業、比較工業に加え、自動車や石油生成、繊維や出版などの産業も盛んである。ブエノスアイレス市内で、最も一般的な移動手段は、コレクティーボ、市内バスであり、地下鉄、タクシーも使いやすい。 1990年代に鉄道の長距離路線が廃止されたため、国内の地方都市や海外を訪れるには長距離バスや航空機を使うことが多い。ブエノスアイレスには地下鉄、ライトレール、トラム、近郊列車があり、近郊列車の路線網はアメリカ大陸ではニューヨークに次いで第2位の規模を誇る。また、大部分が減便、廃止となったものの長距離列車も走っている。 レティーロ駅の付近に、レティーロ長距離バスターミナルがあり、国内各地やブラジル、ウルグアイ、パラグアイ、ボリビア、チリ、ペルーといった近隣諸国を結んでいる。市内はコレクティーボ、バスが多数運行しており、24時間運行している。タクシーは黄色と黒で塗り分けられている。プエルト・マデーロ地区のフェリー乗り場からブケブス車により、 ウルグアイのコロニアデルサクラメント、モンテビデオ行きのフェリーが毎日運行している。国内線は、ホルヘニューベリー空港、イープから運行しており、ポルテーニョからは、アエロパルケと呼ばれて親しまれている。国際線は、ブエノスアイレス州のエセーサにあるミニストロピスタリに、国際空港、エゼから運行し、ラテンアメリカ諸国やヨーロッパ、北、アメリカ、オセアニア、アフリカを結んでいる。 主な観光地としては、コロン劇場、デコレータ墓地、カミニートなど、フロリダ通り、ラバーチェ通りは日夜観光客で賑わい、サンテルモ地区には、バースール、エルビエホアルマ船をはじめとした多くの老舗タンゲリア、タンゴバーがあり、多くの観光客を引き寄せている。かつて、ロサスの指定があった場所は、カセロスの戦いの日を記念して、サルミエントにより2月3日、公演、 パレルモ公園が建設されており、現在はポルテーニョの憩いの地となっている。ブエノスアイレス市民は、ポルテーニョと呼ばれ、プロビンシアーノと呼ばれる内陸部の住民とは、お互いに感情的対立がある。ブエノスアイレス市には303万人、2007年の人口が居住しているが、ブエノスアイレス州の一部を含めた周辺の大ブエノスアイレス都市圏には、 約1240万人が居住している。これは国民の約3割ほどである。住民の大多数を19世紀半ばから20世紀、初めに移民してきたヨーロッパ系の白人が占めるが、その一方で国内の貧しい州から移住してきた先住民系のアルゼンチン人や近隣のボリビア、パラグアイからの移民、日系人、中国系人、韓国系人、 台湾系人、ラオス系人などのアジア系アルゼンチン人は見た目で、非白人だとわかる人も多い。また、アフリカ系アルゼンチン人はかつてに比べれば大きく、その数を減らしたが、それでもいなくなったわけではない。地域は15のコムーナ、共同体、48のバリオ、地区に分けられる。詳細は、コムーナとバリオを参照。南米のパリとして知られ、 白人系人口とヨーロッパ的な建築物の多さにより、南アメリカで最もヨーロッパ的な都市となっている。ブエノスアイレス市は5月広場が中心地であり、広場付近にはカビルド、カテドラル、国会議事堂、カサロ・サダなどのヨーロッパ風の豪華な建築物が多い。7月9日大通りにはオベリース湖があり、その近くには世界三大劇場の一つ。 コロン劇場がある。カテドラールには、アルゼンチン、チリ、ペルーの解放者、ホセデサンイコールマルティン将軍の亡骸が安置されている。ロサリオ、モンテビデオと共に、リオプラテンセスペイン語が話される最大の都市である。ポルテーニョのアクセントはイタリア語のナポリ方言に近い。アルゼンチンは19世紀に多くの移民を受け入れ、移民の多くは、 ブエノスアイレスに定着したため、今でも、ブエノスアイレスではドイツ語、フランス語、ガリシア語など、多種多様な言語が話されている。南米先住民の言語も、パラグアイからの移民による、グアラニー語や、ブエノスアイレスで最も危険なスラムとなっている、ボリビア人外では、アイマラ語が使われている。アジア系の言語も近年増加した、アジア系の移民により、中国語やラオ語、 ボリビア人街のすぐ側の韓国人街では韓国語が日常的に使われている。日系人もいるが、日本語はあまり話されていない。アルゼンチン単語の本場である。単語はこの街のラボカで発祥したとも言われている。ボカジュニアーズ、CA リーベルプレート、c a サン、ロレンソであるマグロ、CA ウラカンなどのサッカークラブがブエノスアイレスに本拠地を置いている。 ボカジュニアーズのホーム、ラ・ボカには1938年にラ・ボンボネーラが建設され、1996年に近代化階層を施されて縫えばボンボネーラとして生まれ変わった。一方リーベルも当初はボカからスタートしたものの、上流階級の住む山抜地区に引っ越したため、現在ホームは別の地区にある。2018年10月6日から10月18日まで。 ブエノスアイレスユースオリンピックが行われる。開会式は7月9日大通りで無料公開で行われる。ブエノスアイレス市と姉妹関係にある都市を列挙する。ブエノスアイレス市と姉妹関係にある地域や州を列挙する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。